刻んでいこうぜ、パワハラ撲滅委員会。歩いていこうぜ、どうも、僕でございます。はい、ということでやってきました、パワハラ企画第3弾です。いや温度差ね。いやでも何のことって思う人に説明しますと、この間僕インスタグラムでプグフォロワー1000人いったらパワハラやらせますっていう投稿をストーリーに上げたんですよ。そしたら速攻1000人いきまして、今日のパワハラ企画が実現しました。やばいよ、だって俺がなんか動画出て頑張りましたって1ヶ月頑張った動画が出た時よりも、はい、あの伸び率半端なかったから150から200弱ぐらいまで。ということで、じゃあ今日は何のパワハラさせるのかと言いますと、 OTT に今日来てまして、 OTT の 1500m にプグが出場するということで、黙ってエントリーしときました。今日なんですけども、目標タイムお願いします。前回1500走った時に4分54ぐらいだった、はい、僕の中学ベストが4分48なんです。それに少しでも近づこうって、今日は4分50で目標を出してます。いや、そこは4分48じゃないんだ。いやいや、もうあの、いけたらいいなーで。じゃあ目標4分48にして、最低4分50切り。この1秒でかいよ。ペーサーもちゃんと今日はなんかいるっぽくて。そうですね。誰でしょうね、今日。ちょっと楽しみに。はい。まあその辺も楽しみにしていただいて、やっていきましょう。ダッシュで行こうぜ。プグさん頑張ってください。ありがとうございます、はい、お願いします。ねえ、カーボン、カーボン折れてる。ここが折れました。プグさん、カーボンが折れるっていうね、レース前に。天井は変わった。これは完全に折れてる、ね、これは折れてる、はい、さすが、ちょっと今日13なんで。じゃあ、あるかもしれないです。頑張ってください。ありがとうございます。4分50切り、50切りで、はい、お願いします。はい、今スタートしました。ちょっとスタートブレてごめんなさい。表情凛々しい。プグー、リラックスしていけ、リラックス。無で走ろう、無で。いいよ。あいつ体でかいね。なんかムチムチしてるわ。さあ一周の入り。74、5、6、7、8。何歩ぐらい？アップにしすぎて今何周何歩出たか分かんないよ。さあ先頭進んだ、ぴったり76ぐらいですか。76ですね、先頭。なので、まあ、僕は、まあ、1周78ぐらいで行ったんじゃないでしょうか。まあペースは、ペースはね、そのまま、そのまま行けば4分50切れると思います。1000m 地点まで楽に行ければ、あの後半ね、頑張れると思うんで、 1000m までは無に、楽に、何も考えずに進んでほしい。おっと、プグがここで前に出てくる、前に出てくる。いやー、プグ、1000m まで楽に行こう、1000m まで楽に。周辺さんが今到着しました。
美味しくて、あ、トキ、トキ、ラスト一周、ラスト一周、あ、切れたんじゃないかな。いや、46ぐらいかな、手元だと。まあちょっとね、落ち着いてエンディング撮りましょう。 OK です、はい、ありがとうございました。はい、ダッシュで行こうぜ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様。主演さんが諸事情で遅れていたんですけど、ギリギリで到着したということで。ごめん、なんで服かぶってんの。俺絶対今日俺の早起きしたから。絶対俺が早起きしたから。お前が俺のパクったんだ。違う。じゃあ何時起き。え、何時起き今日。せーの、8時。これ打ち合わせないか。めっちゃキモいわ。恥ずかしがって。おい、忍者みたいに下がるの。ちょっと周平さん来て嬉しくなっちゃったんですけど、今日のメインはこちらのマネージャーのブクということで。おー、まずはお疲れ様です。ありがとうございました。気になるタイム、まず目標が中学ベストの4分48を切れたら万々歳。4分48。あれ、クラブ大根の時いくつだったっけ。54。結構さ、厳しくない。無理だと思った、無理だと思ったんですけど、まあタイム発表してもらいましょうか。はい、タイムが4分47。はっしゃ。なに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 、ごめん。それ殴っていいよ。ごめんごめん、うそうそ、ごめんなさい、ちょっとあのくしゃみ出てった。4分47秒50、こちらです。もう本当素晴らしい走りでした。ありがとうございました。めっちゃ勉強しました。ちゃんとね、ちゃんとリラックスしてペースも落ちることなく最後は削り出してたんで、まあ、理想の走りだったんじゃないかな。体でかいね。なんかムチムチしてるわ。ペーサーの人は結構やっぱ上手だった。周りにその同じぐらいのペースで走ってる人いたんで、ダラーとこうペース落ちていくとかじゃなくて、はい、行かなきゃいけないとこはこらえてっていうのが繰り返しできたんで、まあ、なんか全体のレースとしていいレースだったな。本当にまあ見てる視聴者も心打たれたと思うので、次のインスタのフォロワー何人で何のパワー話しますか、シュウさん。次2000人で日本新記録出るまで終わりません。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こちら。今日のマスターズの日本シーン出るまで一個その試合とか決めて、はいはい、そこまで一個目指してもらいたいなって思う。2000人超えた時点で宣言しましょう。宣言だね。その詳しい詳細は概要欄に、まあ、服のインスタグラムの URL 貼っとくんで、そちらの方も楽しみにしていただいて、はい、今日はこの辺で終わりましょうか。はい、今日のプクの走りいいなと思った人は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。